はい、今回は2022年8月8日生まれコミドリコンゴンインコのコミッキーの成長を記録するものです。ラストに特典映像もございます。この子はお迎えして8ヶ月目に突入しましたが、全く手がかからない子です。可愛い声を発しながらおもちゃで遊んでくれてます。これはアクアリウムで使うインドネシアの流木で、とても硬い木ですが、この子は噛み砕けます。包丁時間になりました。コミッキーは生後1年過ぎておバネが揃ったのですが、最近高いところにも飛べるようになりました。この子は視界が広がった分喜んでますが、飼い主との距離は遠くなったので今後が心配です。我が家のカーテンレールは止まり木と化してます。世界一かも。ポロンちゃん、邪魔しないでね。かわいい声でしょ。しかし、降りられるかな。わかるよ。
かな。我が家のボスはこのウロコインコのクッキーなのですが、この子に認められなければ仲間に入れそうにないです。距離は着実に縮まっているのですが、基本水浴びと日光浴は毎日してます。これは羽繕いのシーンですが、とってもスローです。綺麗になってね。皆さん、インコの瞳をよく見たことがありますか？私はあまり気にしてなかったのですが、この子を迎えてからよく目がオレンジ色に光るのに気づいて、よく見たら瞳孔が動いてた。調べてみたら、瞳孔が広がったり縮んだりするのは脳が活発に動いてる証拠なんだって。新しいおもちゃやフードに関心があるときに見られるそうで、関心が高ければ 4,5 年は続くみたい。瞳を観察するだけでもインコの気持ちを分かってあげられるので、ぜひチェックしてね。ダストはカキカキされるコミちゃんを題材に特別映像を作りました。良い夢見てね。Pardon me?Thank you.
Thank you.